はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、10月からセブンイレブンアプリで PayPay 決済が可能にスマホ決済キャンペーンまとめも紹介ということで、この動画では先週あったキャッシュレスやお得に関するちょっとしたニュースですとか、あとはまあちょっとした話題ですね。まあ、それをまあピックアップをして、そして後半に関してはキャンペーンのまとめをお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずはこちらの先週1週間で起きた話題からですね。で、先ほどもお伝えしたように、スマホ決済のキャンペーンのまとめについては後半にお伝えしますので、もし今そちらが先に見たいという方がいらっしゃいましたら、下の 動画の目次欄に時間を入れてますので、そちらをぜひタップしてみてください。ということで、今回はですね、まあ、先週あった話題の一つとして、まあ、こちらをピックアップ、まあ、一つだけピックアップをしました。セブンイレブンアプリなんですけども、今回ですね、このセブンイレブンアプリが、なんと、2020年の10月以降からペ、PayPay イペイ決済が可能になるんですよね。まあ、これどういったことかというと、まあ、今現在、セブンイレブンで PayPay ペイペイ決済ができることはもうご存知の方多いと思うんですけども、 その決済するときにセブンイレブンのアプリを立ち上げてセブンのまあいわゆるそのポイントを貯めたりですとかそれをやった後に PayPay ペイペイのアプリを立ち上げて PayPay ペイペイで決済するっていうことだったんですけども今回はそれをまあセブンイレブンアプリにまあ一つに集約をするということの発表がありましたでこれ公式ページからちょっとそのまま引っ張ってきたんですけどもそのセブンイレブンアプリに一つに集約するメリットということなんですが ま、先ほどのそのセブンイレブンアプリではバッチとか、あとセブンマイルというものを貯めることができまして、これは税抜き200円購入ごとに1マイルというのが貯まります。あとはペイペイで掲載したら支払額の最大1.5%までまあ受け取ることができるということですね。 それが同時に受け取りが可能ということになります。なので、セブンブンのアプリを立ち上げた状態で、その後にそのアプリ内で PayPay ペイペイを立ち上げるっていう、まあ立ち上げるっていうか PayPay ペイペイの画面を見せるっていうことになります。一応その画面遷移自体もまあプレスリリースにも発表がありまして、ご覧のようにですね、PayPay ペイペイ登録後のトップ画面ということで、もう開いた瞬間にまあ一番上にもう PayPay ペイペイの残高が表示されていると。で、真ん中の支払うというところをタップしたら、こちらの画面に切り替わって、 いつもよく見てるような PayPay ペイペイのバーコードが表示がされるという流れになります。まあ、使い方に関しては結構シンプルで簡単なのかなと思いますね。でですね、まあ、こちらもプレスリリースにあったんですけども、実際のそのセブンイレブンアプリの中に入っている PayPay ペイペイと、元々の PayPay ペイペイのアプリの、まあ、機能の違いということで、まあ、簡単に分けられていました。左側が通常の PayPay ペイペイのアプリ、で、右側がセブンイレブン アプリの中に入っている PayPay 機能ということで、まず決済できるお店なんですけども、通常の PayPay のアプリに関しては、加盟店でのご利用かということなので、まあ、PayPay が使えるところであれば、どこでも使えると。で、セブンイレブンアプリに入っている PayPay に関しては、セブンイレブンだけでしか使うことができないということですね。で、次、支払い方法なんですけども、これは同じですね。PayPay 残高でのお支払いをするか、もしくはクレジットカードでのお支払いをするか。で、セブンイレブンアプリも同じで、PayPay 残高でお支払いをするか、クレジットカードでのお支払いをするかということ。 ペーペー高へのチャージすする方法なんですけどもこれは結構大きく差がありますね。もともとの PayPay ペペのアプリの場合は、もう左にも出てるように、銀行口座、セブン銀行 ATM、あと Yahoo o ーーとか PayPay フリマの売上金、Yahoo ーードソフトバンク、もしくはワイモバイルのまとめて支払いでチャージをするか。で、セブンイレブンアプリ内に入っている PayPay ペペ機能に関しては、セブン銀行 ATM でしかできないということですねで。一応右側のちょっと右下に出てるように、 PayPay アプリ登録済みですでにチャージ方法を登録済みの方の場合は銀行口座などからチャージが可能となりますということなので、まあさほどそんなここに関しては、まあ、 今まで使ってる方に関しては大きく、まあ、差が開くことはないのかなと思います。で、ぶっちゃけ今回のこの発表を見て、個人的にちょっと使うかどうかに関しては、まあ、ちょっとこういった発信をしてるので、実際のま、レビューとかはするかもしれないんですけども、やっぱりキャンペーン次第なのかなと思います。まあ、これまでね、もうセブンイレブン行ったらセブンイレブンアプリを立ち上げて、そのバーコードを見して、その後に画面を切り替えて、ペイペイの画面を見せるっていう手間自体が、もう結構慣れてきたので、僕的には、このセブンイレブンアプリ 内に入ってるペイペイはそんなに使うことはそんなにないのかなっていうふうに今現時点では思ってます。 もしかするとね、そういった関連のキャンペーンとかが出れば、まあその時は使うかもしれないんですけども、そういったものがないっていうのであれば、今のところそんなに使う予定はないのかなと思います。まだわかんないですよ、これは。<laughs> なので、まあ今後のね、その何かしらの発表があれば、ちょっとそれも一つ楽しみにしたいなと思っております。ということで、ここまでは先週あった話題についてでした。それでここからはですね、今週一週間のキャンペーンのスマホ決済キャンペーンまとめについてですね、8月の17日から8月の23日までのまとめ、 をさせていただいてます。早速上からですね、サクサクっとお伝えします。まず一つ目なんですけども、ペイペイジャンボ一等最大1000%戻ってくるキャンペーンですね。こちら抽選のキャンペーンとなっておりまして、基本的に使えるのは街のお店となっております。で、詳細の、まあ、どこで使えるのかっていうことに関しては、ペイペイのマップの機能がついてますんで、そちらで、まあ、よくね、その使うお店がキャンペーンの対象店舗であったりとか、行ってみたいなと思うお店がもしかすると、このキャンペーンの対象店舗でもあったりするんで、 ぜひ、まあ、確実ではないんですけども、まあ、ちょっとしたチャンスがありますよということですね。これは8月31日までとなっております。次はペイペイと Ebook ジャパン最大20%還元キャンペーンですね。こちらは8月の31日まで。 で、PayPay ペイペイと銀だこ最大8%還元キャンペーン、こちらも開催中です。で、今週から始まるキャンペーンなんですけども、これちょっと僕も使ってみようかなと思っております。PayPay ペイペイクアップっていう機能があるんですけども、それの20%還元キャンペーンとなっております。まあ、どんなキャンペーンかっていうと、まあ、こちらのポスターにもちょっと出てるんですけども、PayPay ペイペイのアプリで事前に注文すると、その後に、 お店に行って、あとはそこで受け取るという流れになります。なので、まあ、わざわざね、まあ、人混みに入って並んだりとか、お店に行って注文するって手間が省けるので、まあ、今、ちょっとこう、世の中がこういった時期なので、人混みを避けるためにも、この PayPay ピックアップって結構いいのかなと思います。で、冬上限に関しては、1回の決済で500円相当まで、で、期間中は5000円相当までとなっておりますので、ぜひ、まあ、8月17日からスタートするので、使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。次は D バライトお買い物ラリーのキャンペーンですね、ドラッグストアとスーパーが対象 となっておりまして。 1>, 1店舗だけ使うと10%還元で、条件を満たしたら最大で30%分の D ポイントの還元を受けることができます。でですね、まあ、このお買い物ラリーなんですけども、実際に自分が30%還元を受けることができるかっていう確認方法もあるので、それを簡単にだけ紹介します。まずはこちらのキャンペーンのサイトにアクセスをしていただいて、画面を下に下がっていただくと、現在の D ポイント還元率を確認するというところがあるので、これをタップしていただきます。そうすると、こちらの画面が出てくるので、見ていただいたらわかるように、僕の場合はおめでとうございます。 あなたの現在の対象お買い物ラリー加盟店は2加盟店以上です。D ポイント30%還元ということで、僕の場合はもう条件をクリアしたので、プラス30%還元を受けることができるということですね。ちなみに僕は1店舗目は対象店舗でうまい棒1個買って、その後にもともと目的であった店舗に行って、まあ爆買いとまではいかないんですけども、不要上限までの金額分をお買い物したという感じですね。まあぜひそういった方法もありだと思います。 次はこちら、D バレと三井不動産グループのキャンペーンですね。こちらすでに開催中でございまして、三井不動産グループの対象商業施設で D バレで決済したら20%分が戻ってくるというようなキャンペーンとなっております。まあ僕が住んでる地域にはね、残念ながらこちらの対象電舗が一つもなくて結構ショックなんですけども、まあよく耳にするララポートとかそういったところが対象となっております。参加するためにはエントリーが必要となってますので、ぜひ気になる方は、はい、参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。あとはこちらもありますね。D バレのお で、すすね対対象象のののイインターネットト上おおお店店でであっったりりととか対象のテイクアウトできるお店が10%還元となっておりますで楽天ペアはこちらですね。いつでも最大1.5%還元キャンペーン。こちらは常時開催ということですね。あとは au ペアはこちらのキャンペーン開催中です。ローソン4%還元ということで、こちらのキャンペーンも今のところ終了日程は決まっていません。ちなみに8月の23日、今週はサンタロの日があるので、誰でも7%分の還元を受けることができますので、ぜひローソン行かれる方は8月23日はチェックで ですね、あと、aupay では対象のドラッグストア最大10%分の還元も開催中です。8月の31日ですね。対象のスーパーも最大10%還元キャンペーンも開催中です。こちら9月30日まで。あとですね、この aupay 伊藤園の自動販売機では抽選のキャンペーンが開催中です。抽選で1000名様に aupay で、まあ、その伊藤園の自販機で aupay で決済したら、抽選で1000ポンタポイントが当たるというキャンペーンですね。 なかなかこちらの伊藤園の自販機で見つけることができにくいかとは思うんですけども僕以前ですね、まあ、似たようなキャンペーンで参加した時に伊藤園の方に、まあ、コールセンターに電話した時に 自販機がどこどこにありますとか、いろいろ結構詳しく教えてくれたので、もしちょっとこれ参加してみたいという方がいらっしゃいましたら、伊藤園に直接ね、どこに自販機があります、対応の自販機がありますかっていうのを確認していただくのも一つの方法かなと思います。8月の31日まで開催中です。そして最後、a u p の d デリバリーのキャンペーンですね。こちら対象の出前館とピザハットが対象となっておりまして、ポンタポイント10%分の還元を受けることができます。9月の13日までですね。あとスマホ決済ではないんですけども、こちらのキャンペーンも 開催中です。三井住友カードのセブンレブンでビザのタッチ決済を使うと500円分の還元を受けることができます。こちらは9月の30日まで。そして三井住友にまあ関連するんですけども、SMBC のビザのタッチ決済で税込み500円以上の決済をすると漏れ高500円プレゼントというキャンペーンですね。こちらは10月の31日までとなっております。一応ですね、これらのキャンペーンに関しての使い方とか参考方法などに関する 動画も上げておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ちなみにですね、これツイッターでもつぶやいたんですけども、やっと s m b c のデビットカードのね、タッチ決済が可能なカードが届きました。思ったより結構可愛い感じのね、和柄となっておりますので、まあこれで僕もね、早速キャンペーンに参加してみたいなと思います。まあそんなこんなで今回は先週1週間であった話題、プラス8月の17から8月23までのキャンペーンのまとめについてお伝えをさせていただきました。まあ先ほどもね、ちょっとお伝えしたその 1 1のアプリに PayPay の機能がつくっていうのは 今のところビビッとくるとこではないんですけども、まあ、僕個人としたら何かしらのキャンペーン、そのサービスが始まる上での何かしらのキャンペーンをちょっと待ちたいなと思いますので、まあ、ぜひね、この動画を見てくださってたら、ゼブイレブンさんもしくはペイペイさんよろしくお願いします。一応今回お伝えしたね、スマホ決済に関するキャンペーンの公式リンクも下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。